はいどうも、キスケです。今回ですね、1万人を突破したということで質問コーナーやっていこうかなと思います。なんかね、実写で質問コーナーをやってくれっていうのが非常に多かったんですよね。最近ね、喉が痛くて、声がこもるかもしれない。質問コーナーやっていこうかなと思います。結構ね、思ったよりコメントが来てるんで、ちょっと選びながらね、答えていこうかなと思います。ドラクエ大好きさんからいただきました。キスケさんの次の目標は何ですか？あと実写動画希望です。そうですね、とりあえずは登録者2万人を目標にしていきたいかなと思います。1万人っていう目標はね、結構簡単じゃなかったんけど達成できたから、次は2万人目指したいと思います。アナコンダ男さんからいただきました。大衆きつい新垣結衣といい匂いの大久保さん、どっちがいい？これはね、間違いなくガッキーでしょ。ちーちゃんからいただきました。1万人おめでとうございます。普段お仕事とライバルズ以外にしてる趣味とかってありますか？趣味というか、なんていうんかな、趣味に入るかわからんのやけど、料理。嘘やと思ってるでしょ。ほんまなんすよ。杉本さんからいただきました。すき家は好きですか？好きです。ぽよちゃんからいただきました。1万人おめでとうございます。キスケさんは何してる時が一番幸せですか？これは間違いなくゲームをしてる時ですね。これは間違いない。あと女の子と遊ん、ナーフ後も需要が上がらない。クリフトさんからいただきました。サムネのスライムいつ取り払ってくれるんですか？これからもライバルズ1本でやるんですか？ククール以外に浮気考えてますか？今回はね、満を持して実写動画ということですわ。基本的にライバルズ1本っていうのは考えてません。自分のやりたいゲームをやっていく、ただそれだけ。ククールにね、別にこだわってるわけではなくて、ククールが好きだから使ってるわけなんですよね。なので別のリーダーも上手くなっていきたいなと思えば使うと思います。ドライ HS さんからいただきました。自己紹介してほしいです。どうも、はじめまして、キスケと申します。性別は男性、年齢は82歳、身長568センチ、体重28キロです。七七さんからいただきました。キスケさんがカードゲームライバルズを上達させるためにしたことを教えてください。ダイヤの底辺向けに答えてもらえるとなおいいです。上達したことっていうのは、上手い人に向けて言う言葉だと思うんですよね。僕はまだまだ弱いです。それは皆さんが一番よく分かってると思うんですけども、上手くなろうと思った時はやっぱりね、上手い人のプレイを見る。ライブ配信とかで上手い人いくらでもやってるじゃないですか。そういう人のプレイを盗む。こういう時はこうするっていうのを見て覚える。それが結構大事なんじゃないかなと思います。ゴールデンヒーローズさんからいただきました。なんで顔出そうと思ったんですか？うますぎる。これはね、別にその顔出しに抵抗があるわけじゃなかったんですけど、特別機会があるっていうわけじゃなかったんですよね。でこの度ね、公式の方から荒くれ杯っていうのに呼ばれて、いい機会なんで顔出しして
まあ、ゲストとして、頑張ってみようかなという感じでしたね。はい。KJPN さんからいただきました。超えたい動画投稿者はいますか？もしくはすでに超えた動画投稿者はバチコリいますか？いますね。うん。僕は一番面白いと思ってる実況者もいるし、一番かっこいいと思ってる実況者もいます。まあその人たちみたいになれたらなっていうのはありますね。うん。ただ超えた実況者っていうのは正直よくわかんないですね。うん。あまり意識したことはありません。ペングーさんからいただきました。ライバルズで一番好きなユニットは何ですか？ビアンカ、デボラ、フローラ、誰派ですか？現実しろモノマネのコツを教えてください。ベリアルですね。うん。やっぱりククールが一番好きっていうだけあって、ククールのレジェンドはちょっと好きですね。うん、ベリアル。これもね、やっぱり分かれると思うんですけど、僕はフローラ派ですね。うん、清楚な女性が好きです。コツはですね、やっぱり喉を使うことです。うん。うん。喉です。ルートさんからいただきました。使ってるパソコンは何円ぐらいですか？まあ、30万ぐらいですかね。総額。モニター、キーボード、マウス、で、PC 本体。全部合わせて30万ぐらいです。アーさんからいただきました。童貞ですか？想像にお任せします。その辺に落ちてる腐った靴下さんからいただきました。こんにちは、キスケさん。腐った靴下です。今回は質問募集を開催してくれてありがとうございます。早速質問な…長えよこいつ。ズシさんからいただきました。編集ソフトや使用している機材を教えてください。そのうち動画投稿したいなと思いながら結局しない気がするけど笑。基本的には、まあ、ライバルズ実況なら OBS で画像を録画してフィモーラで動画の編集をしております。まあ、動画投稿する時があったらね、ぜひともよろしくお願いします。ウパーさんからいただきました。ホメロスがキモい件について一言。キモくないでしょ。僕ホメロス結構ね好きっすよ。うん、変な意味じゃなくてね。禁煙二郎さんからいただきました。私は現在就活しているのですが、仕事をする上で大事なことやキスケさんが思う人生のアドバイスありますか？これはね、締めにふさわしい質問なんちゃうかなと思います。まあ、現在私働いております。働きながら動画投稿を続けています。まあ、正直大変ですよ。うん。ただですよ、動画投稿が楽しいから続けれるわけですよね。うん。楽しくもないことを続けるのはきついと思います、やっぱり。うん。何を思って仕事するかですよね。うん。本当に楽しんで仕事をするのか、それともただ生活をするためだけにお金を稼ぎに行くのか、それが非常に大事なんじゃないかなと思います。現在ね、就活中っていうことなんですけども、自分の本当の仕事を見つけるっていうのはめちゃめちゃ難しいことなんですよ。うん。実際僕もね、今働いてるんですけども、特別好きな仕事をしてるわけではないんですよ。うん。ただ動画投稿があるから、こういうね機材とかを買うためのお金が必要だから、好きなことをするためにお金を稼ぎに行ってるっていう感じで働いてるんですよね。うん。だから今就活中っていうことなんですけども、何を思って働きたいかっていうのを考えてもらいたいなと思います。うん。好きなことをするためにその会社に入るのか、それとも好
好きなことをするためにお金を稼ぎに行くのか。うん、もちろんね、就活に追われて特別働きたくない会社に入ることあります。僕が実際そうでした。うん、そういう時は辞めちゃっていいんですよ。辞めちゃっていい、辞めていいんですけど、自分のしたいことを見つけてから辞めるべきです、もちろん。うん、ただ仕事が辛いから辞めるっていうのはただの逃げでしかないので、自分のやりたいことを決めてからそれに向かって挑戦するために仕事を辞める、それなら全然いいと思います。ってことで、まあ、今回質問動画実写でね、ちょっと恥ずかしいんですけどちょっと顔赤くなってないですか、大丈夫ですか。うん、ちょっと恥ずかしかったんですけども、質問動画、まあ、実写希望が非常に多かったんでね、はい、撮り終わりました。はい、まあ、これからもね、登録者2万人に向けてちょっと頑張っていきたいなと思うんで、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。 Twitter の方、概要欄にリンク貼ってるんでね、よろしければフォローの方もお願いいたします。それではバイバイ。